東京競馬場第4レースメイクデビュー東京2歳新馬ダートコース1 6 0 0ルメンバーは16頭です雨の勢いはだんだんと弱まっておりますが 薄暗さの中に若干の明るさを見出せるようになってきた東京競馬場向こう上面でのゲート入り順調に行われて12番のフェレザ今ゲートインですデビューの馬たちにとっては過酷な水が浮くダートが舞台となります最後は16番フィロンドール入ってゲート入り完了 スタートしましたバラッとしたたとスタートまずは芝生の上6番アメリカンチケットコーダッシュ並んで8番ベラリー車、前2頭ダートに入って先行争い3番手はうち1番レンジャーズハウス並んで15番セントラルバレー馬群の中から上がっていく10番リニア・グローリアですさらには2番ゴールデン・ルーキー先段6頭に変わります4馬身後方に5番ミッキー・ファイトが打ち外は並んで16番フィロンドールその後ろに押して上がっていく 14番ラングレーブン9番のベネボレンスが続いています内は並んで13番、第5竜神3コーナーを回っていって後方には12番フェルザがいって丹馬市に離れて14番、ラングレーブンあとはさらに離れて7番セレナイトグレーそして4番のレイブ・ドレフォンです47秒ぐらいで8 0 0ルを過ぎています後方には11番シンボルザン・ザ・さん大きく離れて最後方3番カシノエタンセルさあ4コーナーカーブに向かっていきます 残り 600m 先団4頭固まってわずかに6番アメリカンチケット先頭で直線に向いています2番手は8番ベラリー車ほとんど差がなく外は15番セントラルバレー馬群の中4番手に交代は10番リネア・グローリアさあ残り 400m 後方からは5番ミッキー・ファイト現在5番手先頭は粘る6番アメリカンチケット並んでかわす15番セントラルバレー先頭に変わった3番手から2番手をかがって8番ベラリー車 内6番アメリカンチケットそして5番ミッキー・ファイトが追い込んで4番手から3番手2番手に上がってきたしかし先頭15番のセントラルバレーその内側に入っていった5番ミッキー・ファイトとらえてゴール外へ切れ込んだ15番セントラルバレーは最後2着3着は8番ベラリーシャゴール前若干のアクシデントでしたがバ体がぶつかることはなく最後とらえた5番ミッキー・ファイト15番セントラルバレーが ゴール寸前捨て切れ込んでその内側に入り込んだ5番ミッキーファイト捉え切った形です安城津村昭秀吉直線は猛然と追い込んで最後は捉え切っていますタイムは1分38秒4そして15番のセントラルバレー完全に抜け切ったと思われたゴールの瞬間急激に外に寄れてなんとか事故は回避となりましたが 合わせての2着3着は8番ベラリー社タイムは1分38秒4上がりタイムゴールまでの 800m は50秒 6600m は38秒3ですゴール寸前で体勢が入れ替わって内外も入れ替わって捉えきった5番ミッキー・ファイト安城津村昭秀騎手ドレフォンの3区です中京記念を勝ったグルービット。 チャンピオンズカップを勝ったジュンライとボルトの弟にあたる決闘5番ミッキーファイトが一着お知らせがありますお知らせいたします東京競馬第4レースの15番セントラルバレーの決勝戦手前での走行状況については後ほどパトロールビデオを放映します